ますよ。ここ、あ、合ってます。あ、どうもすいませんね。わざわざ、ごめんなさいね。合ってる、合ってる。すいませんね。はい。わで広くて、ね、もうどこがどこだかわかんなくてね。いや、もう本当に、立派な、うちの、立派な、この、やっぱ、この学校っていうのは、もう新しく建ったみたいで、ね、どこがどこだかわかんないもの、ね。珍しく大きいでしょ。いや、本当、この綺麗になって、ね、そうですよね。昔のところとは大違いだったんだよな。ねえ。ねえ。声が大きい。何言ってんだよ。ビシッとお稽古やらないと社会には生きていけないって、うちの世界にも。わかってるから、そんなもう。世界にも、ね、まず何でも勉強も何でもしなくても仕事もしなくていいから、とにかく大きい声出せって言ってね。はいはい、それはまず存在感、社会ってのは存在感って、こういったね、教育をしてるんですけど、先生からしたら間違ってるんでしょうか。いやいや、そんなことないです。やっぱり。ね、それぞれの家庭の教育っていうのはありますけども、何そんなに、ね、えー、そのまあアトムくんがね、まさかその今一人でね息子さん育てて立派に育ててる、全然もうすごいすごくいい子に育ててる。何すごく言ってそんなの。いや、そのだからその立派な、ちゃんと立派な子ってこんなに背広なんて着て、え、ね、買ってきたんだから、それのちゃんと買ってきたの、中古のとこで。中古です。本当はその両親の仲間にちょっとこれ貸せって借りてきたんです。あ、そう。なんかこんな顔、こんな着るようなタイミングがあってねえからよ。そしたらもうちょっとビシッと学校行くぐらい、ね、息子に恥をかかせられね。ちょっと喋りすぎだから。何がお前、久々にお前。すごい喋る。久々にお前そんなこと言って、どうしたのよ、それ。久々にね、もう本当に高校生の時からずっとそれだからさ。何を、懐かしいな、でもな、あの時な。懐かしいけど、まさか。まさかあんたも学校の先生になるのと思わなかったんだ。いや、私はだって学校の先生になろうってずっと思ってたから。いやいや、そんな。したら、私、まさかアトム君の息子さんを見るとは思わなかったから。見てるね、あれな。見てるよ。嫁、あいつ出てた嫁に、あんま顔似てないんだよな。やっぱ男ってのは男に似る。いや、まあ。似る、やっぱ、まあ。でも、その、まあ、すごい授業参観とか見てたら、うん、もう全然その男の子でもお母さんにの子もいるし。いやいや、でも、まあでも、声のデカさ似てるね。声大きいとこ似てるよ。ちゃんとビシッと家で練習させてんだから、手を、はい、お前なんか分かった時にこんなんじゃ当てられない。ビシッとこう、何させんの、はい、腹から腹式の練習もさせて。だからだ、すごいはっきり手を挙げるんだよ。いや、それがもう大事、存在感があるだろ。あれはいい、いいことだね。あれは大事、あれ大事なんだろ。もうみんなやっぱその手も挙げないから、はい、それ内申点もお願いします。ちょっと、わかりました。内申点お願いします。あれはだって、確かにその プラスだもん。プラスだし、元気がいいし、しっかり入って自分の意見ビシッとやったら、ビシッとで、ね、男ってのはビシッと出会う声出さなきゃダメなんだ。そうだろ。そうだよね。そうだから男ってのはビシッと言わなきゃダメだよねって言いますね。えで、そういうふうに教えてんでしょね。え、息子さんにもそういうふうに教えてんでしょね。じゃあ男ってのはビシッと言わなきゃいけないっていうの、じゃあお父さんがしっかり見せてあげなきゃっていうことだよね。ねえ。しかし昔は、俺に算数をな、算数を教えてくれて。そうだよ、算数。俺、高校で数学やってんのに算数を教えてくれてな。いや、もう、基礎がなってなかったんだから。いや、俺はやらんだ。まず問題で、まあ、これを解きなさいっていう問題があるけど、まずはお前は何様なんだって、ここから俺はやっぱ腹立ってたんだ、やっぱ。それ良くないよね。まずお願いするにはそれなりのもう接し方っていうのがあるだろう、言い回しがあるだろうって、そこがあったから、やっぱり。まあまあまあ、そうね。でも、それをしっかり今はもうちゃんと考え改まってるわけじゃない。いやいや、その時、まさかね、うん、俺に数学を教えてたあんたが、そう、俺のせがれに数学を教えてたって言うんだから。すごいよ。それはまたもう世の中ってのは狭いもんで。私、2世代に同じことを教えてるっていう。すごいよ。3世代目もお願いします。ね。どんだけベテランの教師だ。3世代、まだまだやってくるだろ、お前も。本当にうちも、本当にあいつにも、本当になんか、俺も孫見たいんだから、それぐらい立派になってもらわないと、本当困るんだ、本当に。そうね。私も見てみたいかも。何、ね、まあ、そうです。別に、まあ、応援してもらえたら。私も見たいね。その息子さん大きくなって、ね。で、結婚して、子供が生まれたら私も見てみたいかも。それどういった距離感で 見たいっていうんですよ。どういった距離感で見たいっていう、まずどういった距離感かっていうのは、
ね。この前、個人面談みたいな。まあ、一人一人とね、ちょっと話す機会があったの。ね。で、どう？お母さんいないけどどう？って大丈夫かなって、やっぱ心配になるじゃん。さあ、言われた。先生にお母さんなってほしいって。だってやっぱなんか気づいてんだよね、子供って。なんか気づいてるんだと思う。それ余計なこと、余計なことかな。ナイスアシストっていう考え方もできるね。え、さっき言ってたけど、男はビシッとっていうのをちゃんと。でも俺も母親代わりのことはしちゃってんだよ。なんで飯作ってビシッと、日の丸弁当、やっぱ日本男子ってやっぱ日の丸弁当だから、そこにウインナーをカリッと焼いて卵焼きのビシッと。おいしそう、すごい。それやって、今日2品、な、2品で十分だろ、男ってのは。弁当2品で十分だろ。私だったら5品。え、誰がいるんですか？やばい、もう生徒さんは入ってくださいよ。誰がいるんですか？お前、もっと入って、お前もっと入れ、もっと入れ、お前静かにして、もっと入れ、ちょっともっと入れって、お前が大きく出して、お前静かにして、お前が大きく出して、お前近いね。お前がいいよ、お前がそっち、お前でかくなってんじゃん、お前。失礼な、あの頃と比べて、お前、ね、なんでそんなこと言うの、レディーに対して。そんな、お前近くにな、ね、不幸い、不幸かになって目が散るや、不幸かになっても愛してくれる男性がいいな。ねえ、それは男は、お前が、ね、お前みたいな女が服用家になったら愛すだろ。それは誰か知らんけど、誰が誰か知らんけど、え、俺は知らんよ。他の男、誰、お前みたいないい女がお前服用家になったら、なったって愛すよ。ちょ、え、ねえ、え、何そ、今の何、そ、俺の話ないよ。の俺のじゃないよ。一般論で言ってるの、一般論の話。私が知ったのは一般論。ね、私が知ったのは一般論。一般論の話をしてるだけで、社会常識、一般論の話をしてるだけであって、はい、一般論は、一般論でもうどうだっていいんだよ。私の個人的な主観の話じゃなく、一般論の話をしてる。個人的な主観の話を聞かせてちょうだいよ。個人的な主観の話。はい、どうぞ。はい。はい、決めてくれ。こんなロマンチックな今シチュエーションないぞ。懐かしいな。さあどうぞ、個人的な。でもな、まあ、あいつにも母さんがいた方がいいってのは分かってる。まあだから、まあ俺はな、もう一人で育っていくって決めたけど、まあでも、初対、内縁の妻っていうか、だからたまにうちに遊び来て飯でも作ってくれていいんじゃない？俺は相手してやるから、しゃべって相手してやる。もういいわ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 。何が？それ。何が？ビシッと言えないの？だから、あいつにも母親が必要なんだよ。それで何？あいつにも母親が必要だから、ぜひ、お前に、定期的にうちには来ていただいて、食事や掃除、でも、
私もやりますし、ともに、ともに暮らすのもいいでしょ。ぬるっとぬるっとずっとさ、ぬる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 って。ともに暮らすのもいいでしょ。ともに暮らすのもいいでしょうじゃないのよ。はっきり言ってほしいのよ。一言でビシッと。シングルファーザーでは教えられない母のぬくもり、それをぜひご教授していただいて。なんかもう周りくどいのよ。もっとビシッと。そういうことにして、あんたの気持ちを聞きたいの、こっちは。まあ、その、いや、籍を入れることは嫌かもしれないから、内縁の妻でもいいし、ね、交際相手、そういった、この子供で繋がる関係、こういったものだけでも。状況の話じゃなくて、あんたの気持ち。こう、よく、いいと、女として、先生としてはいいと思う。先生としてはいい教師だと思って。女としても、好印象。長い。パンパンパンじゃない、長い。一言でドン。お前のことが、おう。すいません。はい。ありがとうございます。はい。今日の話そんな感じでした。はい。はい。すいません。情けない俺だけどな。俺だって男で。何？口下手な、男は口下手なんだよ。教託盗まないで教託誰だ。あ、お前だお前だお前だおい
絶対物にしてやっからな。次の動画も見てね。おすすめ動画もあるよ。